ゆとりですが何か、工藤官九郎が全然人気ない、ごめんね青春に続き、ゆとりですが何かでも枠史上最低更新中。ウェブサイトサイゾーウーマン6月6日付の記事ではこんな解説が。 NHK 朝の連続テレビ小説アマちゃんの工藤官九郎氏が脚本を手掛ける日本テレビ系連続ドラマゆとりですが何かが同枠史上最低視聴率を更新中だ。とあるテレビ誌記者の話によると、前作の TBS 系日曜劇場ごめんね青春の全話平均も日曜劇場史上最低の 7.7% でしたから、現時点ではクドカンは2作連続で枠史上最低を叩き出してしまっていることになりますとのこと。ただ不名誉な記録を重ねてしまった工藤氏だが、ゆとりですが何かに対する視聴者の満足度は高いようで、ネット上ではさすが工藤官、工藤官の脚本、テンポもいいし笑える、と工藤官賛辞が相次いでいる。そのあたりに関して、とあるテレビ誌ライターによると、評判に数字が伴わないのは工藤官信者とそうじゃない人の二極化が起きているから、クドカンの癖のあるセンスが全く受け付けないという人は意外と多い。これは今に始まったことではなく、2010年の永瀬智也主演 TBS 系ドラマうぬぼれデカもプライム帯で 8.2% と撃沈。同じく TBS 系のヒット作と思われがちな木更津キャッツアイやタイガー&ドラゴンも数字的には惨敗している。ごめんね青春の大コケの時、クドカンはラジオで、俺が面白いと思うことはダメなんじゃないか、心はズタズタなどと嘆いていましたが、正直今更何を言っているんだと思いましたとのこと。結局アマちゃんの影響からヒットメーカーのイメージが強い工藤氏だが、ゆとりですが何かの低迷はクドカンの通常運転だったようだ。なるほどね。でもね、クドカン信者っていうのはかなりパワーを持ってるんでね。例えば DVD やブルーレイになるとそれこそ驚異的な売り上げを記録したりなんてこともね。うん。で、そんなゆとりですが何かに今回もおなじみのあの方からメールが。吉田鋼太郎を見るたびリリー・フランキーと間違えそうになる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレスト・ガンプです。ゆとりですが何か第8話、今回は3人それぞれが人生の岐路に立たされたような展開でしたね。それにしてもよくもこれだけドタバタしたことが起こるものだなと感心してしまいます。ドタバタしっぱなしの男性3人組が登場する映画といえば、ホイ3兄弟が出演したミスターブーシリーズを思い出します。制作は1976年ですが、日本ではその3年後1979年にようやく公開されました。当時香港のコメディ映画というのは日本では馴染みがなく、興行会社もさほどのヒットを期待していなかったのです。ところが公開するや大ヒットとなり、3作品が立て続けに公開されました。私もその当時超満員の映画館で見て大笑いした記憶があります。まさに一世を風靡したという感じがありました。とにかく動きや見た目で笑わせるギャグの連続であり、一歩間違えば命の危険さえあるような超デンジャラスなアクションコメディの連続なのです。つまりこの作品のルーツはアメリカ映画初期のドタバタコメディなのです。特にマルクス兄弟が確立したスラップスティックコメディと言われる作品の数々がミスターブーシリーズの原点となっていたのです。しかし続編を重ねるごとにそのボルテージが下がるのはシリーズものの宿命であり、ミスターブーシリーズも同じ道を歩みました。3作目の頃にはコアなファンしか劇場へ行かないという状況だったと思います。
とはいえ、一作目が登場した時のインパクトは強烈で、今なお多くの人がその名前は覚えているというシリーズ作品として、ホイ三兄弟の映画ミスターブーシリーズは輝き続けているのです。ゆとりですが何かもいよいよ最終章です。ドラマに登場する三人組がいつまでも視聴者の記憶に残る三人組となるかどうか楽しみにしたいと思います。なるほどね。ふん。ということで、何はともあれ、ゆとりですが何か最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。